Okay, good. いっぱいになりますけど、2つをやらなきゃというのが前のことを忘れてしまいそう。レディーファイア、テープ回収して、オッケー、違うよ、そう、それオッケー、オッケー、後ろに下がりなら、パッ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 、オッケー、クリア。ちょっと晴山健さんも言ってたんですけど、やっぱ2つを同時に扱うってすごく頭も使うし、まだまだ全然慣れないですね。これは特に当たり前ですが練習が必要だと思います。スタンバイ、レディーファイア。スッとゆっくりでいいからね、スッと押して止めておいて、オーケー、出して横かな、いいよ、前見ながら、そうそう、前見ながら、いいよ、じゃあこっちを戻して、そのままそのまま戻していいから、その時は戻して、とりあえず、はい、セーフティー外して、セーフティー外しました、オッケー、もうちょっと前に出て、あ、ちょっと待って、スリングが今ね、これ、これだけ、あ、すいません、クリア。玉ボタン。ロッパス入れちゃった。だからこの中に入ってる玉。チャージングハンドル。引いて引いて引いて、ずっと引いて。あー、それでクリアね。あ、もう一個入ってる気がする。入ってない、入ってない。入ってる。うん、オッケー。はい。グッ。スタンバイ。レディー、ファイア。1、2、オッケー、そこでいいよ。オッケー、そのまま後ろすす、触って、すす、触って、触って、戻して、戻して、こう下に戻して。怖い。いいよ、はい、出して。セーフティー。オッ
ケー、クリア。クリア。ファイア。ゆっくりでいいよ。押して。オーケー、押していて。OK、出して。前見ながら。OK、じゃあそのまま戻して、そのまま戻して。出して。セーフティー外して。走ってて。OK、4。動いて。今、弾まだ入ってると思うよ。チャージングハンドル、チャージングハンドル。あ、OK。ドライファイア。そう、ドライファイアして。セーフティーかけずにドライファイアして。セーフティー外して。ファイアにして。そう、ファイア。OK。はい、段取りが多くて、なかなかちょっとパニックになりそうなのをちょっと落ち着いて落ち着いてっていう感じでやってきました。ワン、ツー、止めといて、オーケー、グッド。スー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 、オッケー、オッケー、戻して、そのまま。ピストル戻して。セーフティー外して。よし。クリア。クリア。オッケー。今3回目をやらせてもらっています。3回目でやっとなんとなくこう容量が体に染み込んできました。でも まだまだ上手い人たちから比べたら変な変なカッパなんですが、はい、ビッチョでした。ということで、はい、CQB グアム、はい、さんやらせていただきましたけど、はい、ビッチョさんどうでしたか、やってみて。普通にこうもうここに置いてある銃を動かずに撃つっていうのはこう狙いやすいし、ちゃんと狙えて当てられるんですが、動きながら撃たせてもらえるっていうのってなかなか難しいし当たらないんですよね。こう分からなかったらすぐ質問してしたらスティーブさんもすぐ詳しく答えてくれるので、もうどん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 質問をぶつけて分からないことを解決してゆっくりゆっくり教えてくれるので、本当にこう楽しみながら最初はできなかったことがまた徐々に徐々にできるようになっていって、もうすごい楽しいです。また私ピッチョはプライベートで来ようかななんて思っております。いやでも本当にね、はいはい、うん、普通のシューティングレンジだとやっぱりどうしてもね、うんうん、ここに銃を用意してもらって撃つっていうんですけど、うんはい、僕らここに自分のホルスターにこうやって銃を収めて自分で管理してっていうのが正直怖いところもあるじゃないですか。 でも、はい、すごいスティーブさんがちゃんと後ろから見てて、うんうん、ちゃんとこう指導してくれて、うん、すごく安全にできるっていうのも、はい、僕らも安心してリラックス、まあ緊張しますけど、緊張しますけどね、何かあったらスティーブさんっていう、ね、安心してやれてるのはいいですよね、うん、どうでしたか。いやもう今日はどうも本当にお疲れ様です。ありがとうございます。やっぱり練習すりゃね、はい、まあ上手くなるようなもんですよね。結構CQB って言うと皆さんね、難しいっていうと思ってますけど、確かにやっぱり移動しながらね、はい、する射撃なので、まあリスキーはまあありますけど、それなりのちゃんとね指導してますので、まあご安心して CQB グアム J、はい、いらしてください。お待ちします。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、はい、ということで、はい、CQB グアムさんからでした。どうも、また次回、ありました、どうも、ありました、どうも。ところでピッチョさん、はい、この格好、はい、なんすか。CQB といえばポリスでしょ。